ちは、 YouTube 歴史塾へようこそ。歴史家の濱田晃一郎です。今日はその後の鎌倉殿の13人、北条義時が死の間際に見せた意外な行動というテーマで話していきます。1224年の6月13日、雨が降る日に北条義時は病でこの世を去りました。享年62歳。鎌倉時代後期に編纂された歴史書吾妻鏡によると、義時は日頃から脚気ですね、脚気、まあ、つまりビタミン B1 が欠乏して起こる病気を患っていたとのこと。その上、最近では攪乱、これはですね、暑さですね、初期あたりによって起きる、まあそういった病気です。まあそういったものも、まあ、発症していたというふうに書かれてあります。まあそういった、まあ、諸々の病は義時の病状を悪化させていきました。義時は亡くなる前の日の朝からですね、亡くなるまで、南無阿弥陀仏と、まあ、念仏を唱えていたそうなんです。伊豆の国の豪族北条時政の子として1163年に生まれて、姉の北条政子が源頼朝と結ばれたことによって、人生が激変した義時。頼朝の信任を得て、他律必ず子孫の補佐足らんと、絶賛された義時。頼朝亡き後はその息子源頼家を支える有力御家人、まあ、13人の一人となりました。しかし有力御家人同士は激しく、まあ、相争って、梶原の景時、比企能員、畠山重忠、和田義盛らは没落していった。そして鎌倉殿、まあ、幕府の将軍であってもその生命、命を保つのは容易ではありませんでした。比企氏が後ろ盾の源頼家は比企氏滅亡に伴って伊豆の修善寺に幽閉、その後北条氏の手の者により殺害されました。その後を継いだ三代将軍の源実朝の、その三代将軍の源実朝も頼家の子供公暁によって鶴岡八幡宮で撃たれます。義時の周りにいた多くの者が非業の死を遂げていきました。それを目の当たりにしてきた義時、南無阿弥陀仏と唱える臨終間際の義時の胸には、どのような思いが去来していたんでしょうか。さあ、ということで、今回は北条義時が死の間際に見せた意外な行動というテーマで話してきました。以上、YouTube 歴史塾濱田晃一郎でした。